ヤナーをどうするべきか、ヤナーの処理の方法についてツイコールする、参加キッズに聞いてみたい。だって正直もうなんか終わりじゃん、ヤナーは。なんかもう裏方にしてもそれにしてもひどいじゃん。だってもうどうしようもなくない？なんかみんなヤナーどうしようとかなんか考えたことある？だってなんか別にさ、作業員だったらいいんでしょ。じゃあヤナーって人格はなんで必要なの？ラボだし別にキャラとかいらんくないかみたいな。いやでもカメスタくんだってマースくんだってさ、まあ、ヒデだってさ、まあ、カメスタくんはカメパワーとかって言ったり、ちょっとなんかこう、ヤッホーとかいうネタがあって、マースくんはな、気難しいオタクみたいな感じじゃん。ヒデは、ノリくんにだけやたら攻撃性の高い、地牛型みたいな感じでしょ？ジェネリック芝みたいな感じ、ヒデは。だから3人ともキャラは立ってんだよ。ちゃんとキャラは立ってるよ。だけど、ヤナーは、どんな人か知らないから、ヤナーをどう処理するか、ちょっと通話募集します。はい、もしもし。はい。はい。いや、なんかまずスキンから変えるべきだと思うんですよ、ヤナーは。あー、まあ、いや、そもそも緑のスキンがめちゃくちゃ多いマイクラ。あー、例えばそれで緑を選ぶセンス、ヨシコちゃん、ヒマジン、オパイチ、ユードン、ほら、多い多い多い、めっちゃ多い、今言っただけでも。確かに確かに。だからまずスキンから変えるべきだと思うんですよ。まず亀作の顔も一緒だし、ヤナー。あー、まあ、なんか舐めてるマジで、舐めてるマジで、すごー、情熱やべえ。確かに、どんなスキンにした方がいいかな。それはもうコジコジとか。あー、コジコジとか、なんでもあるか。 まあ確かに、ちょそのスキンに関しては、うん、まあ後々考える必要あるけど、とにかくスキンはなんとかしろと。はい、ありがとうございました。ちょっと本人と話してみます。はい、はい、ということで、あの厳しい先輩からの叱責があったんだけど、スキンどうしようか、まず。いや、まあなんかどっかって言って持ってきて、インと違う？あ、マリオにする？うわ、丸乗り来たー。マリオにする？マリアーは？マリアー。どうかな？解明もして、ヤナーじゃなくてマリアーはどうかな？死ぬやつやん。まあ死のスキンだね、完全に。マリアー、コボタンに作っても多分ね、似たようなのしか多分出てこないと思うんだよな。どうする？ブロとかタコワサにしちゃうとガチで救いようがなくなる気がする。確かに、このままのノリでブロとかタコワサに持ってったらそれこそ死だよな。ちょっとツイコールちょっと続けますか。はい。はい。あの、私みたいに誰かを踏み台にするのが一番いいと思います。誰か。ちなみに誰を踏み台にしたんだっけ？あ、いや、ヒルトンガイジですね。まあ確かに、まあ踏み台がいると。でも踏み台にするほど仲のいい人がいないんだよね。女の子じゃないから。女の子じゃないからな、それが問題。てか男とは限んないのか別に。っていうか、お前ヤナーって女？ヤナーは女なんじゃね？確定してない。女の子ってことにして、ヤナーちゃん、女の子ってことにして、ヤナーちょっとこれとかにしてくんね。ヤナーちょっとこのスキンで入ってきて。これ政治人でなんとかなる。政治でただの社会人すごいこと言うな。政治人でどうにでもなるみたいな。政治人理論でなんとかなるってことか。確かに、まあ考え方次第だよね。まあそこは、まあ最悪 T ってことかもしれんしね。 TTT かもしれんやん。 T ヤナーはだってなんかみんな知らないもんな、ヤナーのことあんまり。来ねえな。あの、めちゃくちゃ遅いんだけど大丈夫？もしかしてさ、このさ、クンラボ勢さ、スキンの変更の仕方知らんやったりする？これスキンの変更の仕方知らん説ない？このクンラボ勢。だって来ないよ、なんか。スキン渡してんのに。ん？参加勢と違って めったにスキン買えなさすぎて、マイクラのスキン変更の仕方こいつ知らねえんじゃね？あー、なんか分かってないぞ。今変更中なんですって言ってる。こいつ大丈夫か？本当にラボ勢なのか？これ。大丈夫？なんかこれ変な裏口で入れてるんじゃねえの？こいつ。本当にラボ勢なの？なんか雲行き怪しいな。割とすぐ帰れるもんだと思ったけど、そんなかかるんだ。クンラブのテストやらせたら2回落ちたって聞いた。ラボのコードで一番呼びにくい。散々だな。あの、マジで来なくね？何やってんのこれ。
10分ほどが経過しました。はい、別の意見を募ります。この間にはいはい、あれ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 、責任者出てきたぞ、責任者。おい、どういうこと、これ。ヤナを推薦したのは、はいはい、責任者お前だろ、カメスター。あーあーじゃなくてです。スーじゃね、ガス漏れしてもダメだよ。いやそうですね。え、これヤナ、これ、はいはい、これスキンの買い方分かってないよね、これ。あー、どうですかね、どうですかね。当局はちょっとお答えしかねますね。ちょっと待って、あー、これ責任能力が問われるね、管理責任。いや本当に、あー、申し訳ございませんでした。ちょっとなんか、なんかどうにかできないの、このなんかこう。あー、ちょっとな、そう、くんラボ勢たくさんいるのに、なんでよりによってヤナーくんなの、なんかそれすごくない。そうですね。いや、そうですね。なんで答え、いや、もしかして、もしかしたらこれ、亀下くん弱み握られたりする、これ、もしかして。いや、そんなことは。これ、亀下くんもしかして、なんか、ヤナーに、なんか、とてつもない弱みを握られてて、なんか、亀下くんが実は未成年インコをして、あの、ハメパワーして、それをヤナーがその弱みを握って、亀下を脅し続けて、おい、亀下、お前、わかるよな。お前さ、って。お前さって分かるよなって、そうとしか思えないぐらいのなんか人選だよ。だってしかもまだ来ない。あ、やようやく来た。ちょっとヤッホー、ヤッホーじゃねえよ。あ、ヤナーさんのスキンちょっと変えてみました。どうでしょう、どうかな、この感じ。ちょっと結構ちょっと ない感じの、ちょっと暗い感じの女の子にしてみたんですけど、どうでしょう。なんかもうちょっと猫っぽいのにする。ヤニャーにしてくんない？ ID ヤナーじゃなくて、もうヤナーって名前捨ててヤニャーにしよう。あ、これとかいいかもな。これでいいや。あのさ、次変えてくんの時間かけないでほしいんだけど、大丈夫？すぐにスキン変える方法がわからないですにゃー。ラボ勢なのになんでわかんない。いや、なんなんだろうね、これ。あ、消えた。学校の情報の時間の、お前パソコン詳しいんだろみたいなと近しいものを感じる。めちゃくちゃ時間かかってる。何してんのこれ。クンラボってこういう人でも入れるんだね。こういう人でもクンラボって入れるんだね、亀下くん、ヒデ。こういう感じで大丈夫なんだね。ほいやな、やれやれ。こんな感じで大丈夫なんだね。なんか問題解決能力割と低めなんだね。最低限の日本語を話してプログラミングできれば OK。 会議で APEX、 会議で APEX は長す。あ、来た、こっち見て、ヤニャ。え、よくない、ヤニャ。これで行こうぜ。これならなんか楽しく消化できるんじゃない。ヤニャーにしといてね、ヤナーじゃなくて。これなら許されるんじゃない、トロールでも沼でも。多少300人クラフト一層わかる。23時みたい。あー、ちょっと似てる。でもちょっとこの猫耳とこのピンク感、声は絶対出せないな。え、なんか CV だけ、なんか誰かにやってもらえば。よしこちゃんにやってもらったら CV。それ用の声を作ってもらって、どういう感じがいいかな。ロリッコっぽい感じじゃないよね。低いのがいいよね。ちょっとハスキーな感じ。そうだね。何言ってんの、デポン。性別不明じゃなくて、女性だよ。え、女性だよ。ヤニャーは T。LGBTQ の T だよ。女性だよ。性自認が女の子だったら女の子だよ、これは。失礼だよ、デポン。これ、ヤニャーだから。うん、性自認の尊重だな。よし、問題なし。これでよかったのかな？これで、本当にこれで、本当によかったのかな？まあまあまあ。まあ、よしとするか。だから、ヤニャーだから、リアルスカシの大喜利とかも全部、その女の子だったらどう言うかっていうのちゃんと考えて回答してね。なんかお気に入りの漫画とかで、わけわかんない漫画持ってきたりしちゃダメだよ。わかってる。ちゃんとその子が、ヤニャーが好きそうなもの持ってこなきゃダメだよ。しっかり。監修してもらう。相談して、他の人に。ヤニャーは、17歳の女。17歳の女の子。で、部活は吹奏楽部。の17歳の女の子。で、家は、大宮あたりにしとく？大宮
在住の女の子17歳ので、休日は池袋に友達と遊びに行ったりする。で、処女は昨年2校上の高3の先輩に、奪われました。まあそんなもんかな。使ってるスマホはもちろん iPhone。 やな、お前 Android なんか使ってねえだろうな。ちょっと見てみるか。 Android 使ってねえだろうな、お前。 Twitter ウェブアプリ一番キモオタじゃん。一番キモいやつじゃん。もう Android ですらない。趣味は、趣味はマインクラフト、ゲーム配信を見ること。好きなゲーム実況者はキヨさんだな。キヨさんが好きで、あと歌ってみたとか結構好きみたいな。で、1年ぐらい前から組み出した。で、プログラミングもできないし無能なくせに、ヒデがあのメス要素で、あのプログラミングのクンラボに入れちゃったって、こう設定、ヒデの囲い、ヒデが囲いたかったから私利私欲のために入れた。ひでえ。声は可愛い。それでいこうか。最近ハマってるマイクラ以外のゲームは荒野行動。ちょっと絶妙に古い感じがいい。大宮だしね、ちょっと古くしないと。あの大宮だからちょっとだけ流行遅いから、今荒野行動まだ流行ってる。大宮バカにしてる。まだ荒野女子だから。荒野女子で、昔荒野彼氏みたいのがいた。ちゃんとクランとか入って。どうしよう、家庭環境は？あ、弟いそうだな。弟いそうだけど、まあ安定の母親のみにする。母親単独で、リアルもそうです。え、あ、語尾ににゃつけろ。宗教は？まあ片親でそうかにゃ。やばすぎる。片親多すぎるのはさすがにネタ混ざってるだろう。ケインくん、ケインくん、また始まった。ヒルトン外人。ヒル解散。え、オッケー、わかった？いやにゃ。多分そうしたらようやく消化できるかな。なんか、でもすごいな。なんか、初めての事例じゃない？なんか、無理やり女にしたのってあんまなくない？初めてだよ。無理やり架空の女でっち上げたの初めてだな。まあでも、これでも興奮できる余地あるから、ハンガートはね、ヤニャーに関してはもう推奨だね。推奨します。ヤニャーアート。ああ、いいね。ヤニャーアート。ヒデとカップリング。いやー、ヒデは、ネットられる方が面白いんじゃない？まあ、いいんじゃないですか。ヤニャー。ちゃんと積極的にチャットでも発言してね。ちゃんとキャラ付け頑張ってね。ちゃんと積極的に発言して、大喜利も、ちゃんと、あの、元彼の二校上の先輩の話とかしてね。オーケーにゃー。あ、なんかいい感じかも。やにゃーになってる。いい感じかもしんない。なんか、突破口見えてきた。よし、これでいこう。マジ、その設定は非現実すぎる。あー、野良犬、ごめん。野良犬にとって非現実的かもしんないけど、普通に高1で高3と付き合うとか全然あるんだよ。野良犬は、野良犬の中では、もしかしたら非現実かもしれんけど、それよくある話だから、しっかりやってね。うん、大成功だね。じゃあ頑張って。最悪だな、性転換させるの。